thank <music> you see といえば、会うとか見るという意味で覚えている方が多いと思います。しかし、1の see は、do you see? あなたわかりますか ?yes, I see. わかりますよ。なるほど。といった理解するといった意味でも使われますよね。そして2つ目は、see you later.see you again.see you tomorrow. これはまたね。といった、また会いましょうといったことですけれども、 いわゆるさよならといった表現にも通ずるものがあります。そして3は see a ghost。これは幽霊を見るということですね。ところが4から少し会うとか見るとかいうことではなくなっていきます。例えば see the doctor。これは医者に会うということじゃなしに、医者に、お医者さんに診てもらう、診断してもらうというような意味でも使われます。see the doctor。 そして see a joke. ジョークとなればジョークがわかる。これはまあ、いわゆる、えー、理解するということですね。そして see better days. これは、えー、より良き時代を経験した。とか、えー、そういった意味で使われて see action. これは実践経験があるといった意味でも使われるわけです。つまり実践を見るということで、えー、そういうことになりますよね。 8から9、10はいわゆる2ワードバーブですね、えー。つまり8の「see you off」というのはあなたが「off」、急速離脱をするのを見るということです。だからあなたを,を見送るというふうな意味になりますね。そして「see me off」となったら「I am off」つまり私が急速離脱するのを見るつまり出迎えるというふうな意味になります。 そして九はそれのベースなナワフというのは、えー、それの受け身経由ですねつまり見送られるそうですね C 独自の意味じゃなしにオフが加わるから、えー、見送られるというふうな意味になるわけですそして10は例えば火のもとに気をつける火元に気をつけるといった意味ですけどもこれは C と to の間に see yourself to the fire つまりあなた自身を火に対して近くしなさいつまり、えー、あなた自身が、えー、火を火に気をつけるというふうな意味なんですねつまり see、えー、というのの単独の意味をいくら、えー、覚えてもと例えば見るとかわかるとかということを覚えてもフレーズで覚えなければならないと私が常に言っているのは実はこのことなんですね C の本質的な意味は目で物や人を見るということなんですが、えー、単に視線を対象に向けると例えば「LOOK」見てごらん、ね「LOOK at this」これ見てごらんというふうな「LOOK」ではなくして、えー、つまり、えー、見えるというのが視覚するという意味になるんですね。だから C というのは対象がちゃんと網膜に映るということであって視覚上の認知から心でわかる。 理解すするるというなうな意味になるんです日本語で同じ「見る」というふうによく訳,訳される「look」と「see」の意味の違いをあこの2つの例文で、えー、認識していただきたいと思います。まず上の文ですけれども「he looked at her」つまり彼は彼女を見たんですね視線を送ったんですね。で「as if he, as if he had never seen her before」。 つまり今まで一度も彼女を見なかったという,いうような顔つきで見たんですねつまり、あのー、見るというレックは視覚的なことですねだけどもこの「C というのは知覚なんですねつまりつまり認知する、えー、理解するというふうな意味なんですね、はい、下の部分は「C、レック」と彼女を見たんで彼女は見たんですねこれをも視線を送ったんです ところが But she see it. 目にはそれが入らなかったつまりそれを知覚できなかった、ね、理解できなかったということで目にはそれが入らなかったというふうに訳しておりますそして C の動詞フレーズのパターンですねまず V 感覚 C が単独で使われたり See far far ですね遠くを見るといったような副詞で飾る場合もあります。つまり V 感覚の動詞フレーズですね。そして次に VO 感覚。C が名詞、つまり目的語を取るということですね。I saw a black cat、黒猫を見ました。I saw a ghost、私は幽霊を見ました。といったものですね。 そして VOC 感覚ですね C が動詞フレーズになるものつまり原形動詞フレーズ ING 形動詞フレーズ ED 形動詞フレーズとこれは3つきちんと揃っているんですねそして1の原形動詞フレーズの場合は I saw a dog 私は犬を見たんだけども犬がクラス,ス,リークロスするのつまりここ渡り終えるのというふうに訳していますが このクロスの原型動詞フレーズの場合はこの行為の一部始終を見るという意味なんです。そしてそれと少し異なるのが「I saw a dog」犬を見たんだけども a dog was crossing the street つまり通りを横切っているのを渡っていくのを見たんです。つまりこれは進行形が元になってますね。A dog was crossing the street です。 そして、えー、次の3つ目は ED 形同士フレーズですね。See the mice、はい。ネズミを見たんですね。そしてネズミは The mice was caught in the box。箱に捉えられているんですね。つまりこれ受け身形ですね、はい。C からつなげると See the mice caught in the box。つまり B 動詞がなくなって、えー、このように、えー、一つのフレーズになっていくわけです。はい、以上。 原型動詞フレーズ、INGK 動詞フレーズ、EDK 動詞フレーズ、この3つが揃っているということを確認してください。そして、VO 感覚として、C、動詞 C が、ザと説を導く、つまりセンテンスを導く表現ですね、はい。つまり、よく見ておきなさい、確認しなさいというのが C ですね。C 寝る前にきちんと戸を閉めたと閉めたということを閉めているということを確認しなさいということですねそして2 word verbs です、はい、see after your own business になってますけども see after の間に see yourself あなた自身を見なさい近くしなさいそしてあなた自身のビジネス自分の責任を果たしている ということを追いかけるというか、えー、そういう,うな意味で「see after」という表現が使われていますここで「see you」あなたに会うという五段活用のテーブルを見ていただきます「see you」「そう o う」「see you」「s e e n you」はいそして「seen you ということでしたね CU を使った五段活用のテーブルそれの表現の枠組みを挙げています1は c c c u つまり彼女は普段あなたに会っているということですねそして2は I, 会ったという過去の一時点のことですねそして、えー、彼女はあなたに普段会ってるのだぜぜぜあっていないのはいデュル会ったのはいデュル会わなかったの Will これから会うつもりなの会うの see. 会わないのはい。She may 会うかも会うはずだ。She can.She is going to つまり、えー、予定だ。はい。She want to 会いたがっているあなたに会いたがっているそして4は I will be、えー、seeing you 今度は死後が愛,になって、えー、愛となっていますから、まあ、近いうちにまたお会いしましょうじゃあねというような感じですね そして、seeing, seeing,、uh, she is seeing you つまり彼女はあなたに会うつもりだよ会うことになっているよというようなことですね。はい、how about は彼女に会ってはどうですかいわゆる同名詞ですね。she is looking forward つまり彼女は期待しているよと to you. あなたに会うことをこれも同名詞でしたね。そして、she has never seen you つまり 彼女はあなたに会ったことがない。never を入れると一度も会ったことがない。そして she may have になったら彼女はあなたに会ったことがあるかも。ね、そして she s e e m スイ to have seen you あなたに会ったようだよ。彼女はあなたに会ったようだよといった表現へと展開していくわけ,わけです。 ここからは具体的な表現を通じて自分なりのイメージを作ってもらう具体的なトレーニングとなります。でここではまず C+ 副詞ですね。はい、C のもともとの意味は視野に入る見えるということなんですけども C には知性の目で見分けるすなわち知るわかる理解するといった意味もあります。分かったでしょなるほど。ほら分かったでしょ全部 C です。 で、それにさまざまなファンクションフレーズがつくわけですねはい「せ」となっていますけどもこれは「do you」が省略されています「do you see?」「I see. あいなるほどと」「分かったよ」「知覚してるよ」「you う e e これは「do you see の」の、えー「you を置いて「you see、あんた分かったでしょ」というような表現になっていますね。 そして、いつでも、えー、注意していただきたいのは、いずれも動詞のフレーズは C なんです。せい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 っていつながっていますね。ところが、えー、4は、わかりましたかわかりますか私は見えません。あるいは、理解できません。6、えー、っと、はてな。とっさに言葉が出ない時の表現。後で話してやるよ。おいおい、わかるよ。これも C で使います。で、8の、彼女は理解できませんでした。 はい何々できなかったというのは see could not ということですね。はい、これもやっぱり Do see?I can see。私は、えー、分かりません。理解できません。ということです、ね、Can 使ってますね。You'll see。いずれ分かるよ。ということですね。You will see。のことですね。see could not see。彼女は分からなかった。理解できなかった。というふうなあフレーズとなります。 はい、遠くを見るというのは、C「ファ」なんですね。えー「ファ」はもちろん副詞です。そして、えー、同じ「やっぱり、C」「C そして「シを使っていますけども「十」は彼女は見ることも聞くこともどちらもできませんでした。これは「neither」もしくは「neither」と言うんですけども「a nor b」はい「not or の」のひっついたような言葉ですね「nor」。「a」も「b」もどちらも何々ない。 見ることも聞くこともできない。はい。えー、have no choice。これは選択の余地がない。ゼロの選択を持っていたということで、えー、どうにも、つまり打つ手がなかったということですね。はい。Q は、she cannot see r つまり、遠くを見ることができません。because of her weak sight。つまり、 えー、視力が弱いためにということですね。何々のためにというのは「because of」を使います。I could, not, could neither see nor hear at all. つまり、えー、見ることも聞くこともできなかったという意味ですね。 感覚ですね C が目的語を取るとそういったフレーズですで、基本的には物や人の動きは見えるということなんですが相手が人なら会うですその人が医者であれば見てもらうということになりますで名所なら見物する映画,な映画なら見るですねその他分かる理解する経験する調べるといった意味に広がりますがいずれにしても日本語の一つ一つの意味ではなくして さまざまなフレーズを体験することによって自分なりのイメージを作り上げる、ね、一つ一つの日本語の意味ではなくして自分なりの意味を作り上げるということが大事です、えー、この本を見てよっていうのが「This book see this book」ですねそして「えー、see the bracelet bracelet レレを見せてくれますか」はいこれは「名愛」を使いますね。 えー、ブレスレットを見せていただけますかということですねさあどんなブレスレットかこれは、えー、いわゆる関係代名詞「フィッチ」が省略された。